ラントバッサー橋メディアを再生するラントバッサー橋。ラントバッサー橋は、スイスのグラウビュンデン州にある鉄道高架橋である。シュミッテンの南にあるラントバッサー峡国にかかっており、長さは136メートル、高さは65メートルである。1901年から1903年にかけて建設された。レーティッシュ鉄道が利用しており、氷河急行も、この橋を通過する。 フィリズールを出発した列車は216メートルのトンネルを通過する。このトンネルを出たところが絶壁になっており、トンネルの出口が直接ラントバッサー橋につながっている。ラントバッサー橋の建設に当たった技師はドイツ人のフリードリッヒ・ホンヘニングで建設を担当したのはミューラージレダー社である。橋は半径100メートルのカーブを描いている。素材は 石灰岩で5つの20メートルの景観からなっている。ラントバッサー橋があるアルブラ線の建設は1898年に始まった。工事は11の区間に分けて行われ、55の橋と39のトンネルが建設された。中でもラントバッサー峡谷は最も超えるのが難しい地点だった。1901年5月に橋の建設が始まり、 1902年10月にはすでに、いくらかの列車が通過していた。1903年7月1日、アルブラ線はまだ完成していなかったが、ラントバッサー橋の共用が開始された。ラントバッサー橋は1949年に発行されたスイスの63チーム切手の題材になっている。ありがとうございます。